政治家はその選挙に強い政治家にならないといけないと、だからじゃないと当選した後も結局選挙運動ばかりになってしまうと、やっぱり選挙に弱い政治家っていうのはずっと選挙運動っていうのはもう政治家になる前に終わらせてしまおうということで、それで、まあ、将来そのいろいろ考えた時にアナウンサーっていう道を選んだわけですよね。アナウンサーになるっていうことは仕事をしていろんな経験を積み、さあ始まりました選挙ドットコムチャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日もスペシャルゲストにお越しいただいております高島総一郎福岡市長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まさか高島さんこのチャンネルご出演いただけるとは思ってなくて本当に嬉しいです。ありがとうございます。恐縮でございます。ありがとうございます。ちなみに選挙ドットコムのことはご存知ですか？実は、はい、昨日 YouTube 見て、きっとなんか選挙について、なのかなと思ったら、もう幅広くいろんなことされてるんですね。あ、そうなんです。結構選挙から政治も含めてですね、まあ、本当に現職 の, 政治家の皆さんにもお話聞いてまして、で今回やっぱ統一地方選なので、ぜひやっぱり地方の首長さんにお話をお伺いできればと思って、もう何としても高島さんにですねお話を聞きたかったので、私を伝えられるんだったらなって、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで早速、お話聞いていきたいと思うんですけども、もうまず私からですね、簡単に高島さんのプロフィール改めてご紹介をさせていただきます。今48歳でいらっしゃいます福岡市長4期目ということで、これ私やっぱり改めてですね見てびっくりするのは、この、4期当選されてるわけですけども、史上最多得票を毎回更新されてると、これ多分普通のですね首長さんだとありえないなと思うんですよ。やっぱりですね、その現職が強いとなるとどんどんその何て言うんですか、投票率も下がっていくじゃないですか。そうするとやっぱり、はい、得票数も更新できないなと思うんですけども、この中でちゃんと史上最多得票を毎回更新されてるなと。これどうして高島さんこんなに票取れるんですかね。いやー強いですね。ご本人が言っちゃいますか。いや、でも本人でいくと、ちなみにこれは私自分の本にも書いてますけど、51対49で勝つっていうことを大事だと思ってずっとやってるんですよ、ちなみに言うと。あ、そうなんですか。51対49っていうのはつまり、1割取ろうと思うと、自分と意見が違う人も含めて、みんなを仲間にしようと思うと、あっちにもこっちにもいいこと言ってしまうと結局ね決断できない人になっちゃうんですよ。はあ、だから51対49で勝つのが一番ベストなんだって自分では思うようにしていて、51の人にご支持いただく中でどんどんとにかくスピードが最大の付加価値で決めていくっていうことをしていくのがやっぱりリーダーの仕事、決断がね。だからあんまりだからね、その最多得票で通ったことが素晴らしいっていうと、結局なんていうか、いわゆるよくあるオール与党みたいな、例えば自民系も立憲系も、はい、出したら共産までみたいな、全部与党になってしまうとね、結局決断できない人、何もできないリーダーになっちゃうっていうことを一番恐れていて、はあ、だから私にとってあんまりそのなんていうかこう票をたくさんですねっていうの、こうなんていうか、そうなんですか。いや、そうなんですよ。私ちょっとびっくりしたのはですね、はい、首長ってよく全方位的にやっぱりやらなきゃいけないと、はい、市民の皆さん、いろんな考えの市民の皆さんに対して目を向けなきゃいけないんだっていうことをおっしゃる方多いじゃないですか。でも今のその高島さんの51対49の話される方、はいはい、私は見たことないんですけど、これやっぱなんか全然その首長としての考え方がそもそも結構違うのかなと今お話伺ってて思いました。そのあたりってやっぱ皆さんとの違いとか感じたりしますか？というか、今のなんていうかお話の中で、全てが市民で、その政党とか議員さんと違って首長っていうのは、その私のこと嫌いな人も含めて、みんな私のここの市民だから、それはそうなんですよ。ただ物を決めていくときに、しがらみをいかに少なくするかが、より的な、結論に早くいける。こっちからこっちに行きたいときに、本来であればやっぱり
最短で、このコストで最大の効果のために、ここにこう一直線で行くのが一番いいけど、やっぱりそのいろんなしがらみができたり、やっぱりこれストレートじゃなくて、こうあーとか言ったり、こうしたりしながらここに行くってなると、時間がかかってしまう、コストがかかってしまう、タイミングを出してしまう。チャンスの掴みはないし、やっぱりその、ここぞっていう時に決断をしていくためには、だから私が直接知ってる人っていうのをできるだけ少なくしていくとか、こうあんまりこう、なんていうのかな、だから、それは結構大事にしているので、もちろん決めた後、もちろん反対のご意見の人もいらっしゃるでしょうし、ただ、早く決めた上で、あとはそこによって生じるマイナスをどう抑えていくかっていうことの方に力を早くそっちに振り向けていった方がいいという。なるほど。そうなんですよね。あの私実は、高島さんの本も読ませていただいて、その中で、高島さん、あの新年会に出られないっていうお話を確かされてたと思うんですよ。新年会というか、合宿交換会ですかね。あんまり出られない。それもやっぱり普通の政治家さんとちょっと考え方が違うなと思って、普通だとなんかこうよくこう支援してくださる団体さんとかの、まあ、合宿交換会回ったりするじゃないですか。でもやっぱ高島さんはそれはやらない、むしろそのそれもやっぱりこう今のお話につながる部分ですよね。まあ、合宿交換会とか同会も、でも観光総裁も、まあ、基本行かれないんですか。だからほぼ、ほぼだからそういったこう通常でいうところの議員さんたちが、通常で時間を取られているところには時間は使わないっていう、これ普通のですね政治家だと、いやいやそういうの出ないとな、やっぱりみんなからのその支持が離れていくぞという方多いじゃないですか。高島さんはそういう感覚はないんですか。選挙運動と政治活動っていうのは違って、今言ってる話って選挙運動なんですよ。そうですね。でも通った後は本来政治活動をしなきゃいけないと思うんですよね。でこれは、学生時代にやっぱある雑誌を読んだことがすごいきっかけだったんですが、その学生時代にずっと中東とかパレスチナとかイスラエルとか、ああいう地域を回って、それでその日本のねパスポートっていうのがどうして世界で一番ビザなしで入れる国が多い、世界一強いパスポートを私たち の、 まあ、先祖というか、この人たちがどうやってこの信頼を世界から勝ち取ったんだろうとか、いろいろやっぱり考える機会が学生時代にあって、将来は自分も政治家としてあの素晴らしいふるさと日本を次の世代に渡さなきゃってこう思いましたと。ただその時に読んだ雑誌の中で、政治家はその選挙に強い政治家にならないといけないと、だからじゃないとあの当選した後も結局選挙運動ばかりになってしまうと、やっぱり選挙に弱い政治家っていうのはずっと選挙運動でやっぱり日々やっぱ使ってしまうと。でも本当に政策をやりたいって思うんだったら、票を気にせずにやっぱりあのいろんなことを決断をしていったりだとか、もしくはやっぱり日々いろんなことが動いている中で、あの今話を聞きたい人に話を聞きに行く、東京のこの人に会いに行く、もしくはこの地域でこんな面白いことをしてるんだったらその地域のここを見に行くっていうふうに、今あの一番知りたいことを知りに行く、そして実行に移していくっていうような、そっちに時間を使えるためにはやっぱりこうしたものってこう1個で出すともう全部出なきゃいけなくなってしまったりとか、あのそれは本意ではないので、なので自分としてはその選挙運動っていうのはもう政治家になる前に終わらせてしまおうということで、それでまあ将来そのいろいろ考えた時にあのアナウンサーっていう道を選んだわけですよね。アナウンサーになるっていうことはあの仕事していろんな経験を積みと同時にやっぱり自分の名前も知ってもらえることになるので、そうしたことでこう自分の自身が、まあ、あの社会のいろんなことを知るっていうことと選挙運動が同時にできるかなと思って、それでアナウンサーを選んだので、もう今更
あの高島と申しますっていうように名前を売る必要ももうないからですね。いやすごいですね。いや高島さん、あやっぱアナウンサーになる時からもう政治家っていうものをやっぱり目指されてたんですか。あそうですそうです。それで、あのその要するに選挙に強い政治家になるためにどうしたらいいかって考えた時に、うん、そう政治家将来なろうって学生時代にこう決意をした時はですね、こ、うんうん、の時はその例えば政治家の秘書になって、うん、例えば政治家になろうとかいろんなあのルートを皆さん想像すると思うんですけど、うん、私はその選挙っていう視点をハックした時に、うん、アナウンサーになるっていうのが一番その自分の目指す、うん、基礎力をつけた上でこう政治家になれるというかですね。おいやすごいお話ですね。あの最後にちょっと一つだけお伺いしたいんですけども、まあ、選挙ドットコムチャンネルのですね、視聴者大変あの選挙好きなので、高島さんがまあ選挙に強い理由、もちろんアナウンサーご出身っていうのは非常に大きいとは思うんですけども、それだけではやっぱりこれだけその得票を伸ばされてるっていう、こうやっぱり結果出てこないと思うんですよ。この特に2期目3期目4期目さらに伸ばしていった要因みたいなのって ご自身はどう考えてらっしゃいますか。なんでかな。でも、1期目の時ってやっぱり私35歳で手を挙げていたので、こういう年齢の人にこう投票するっていう市民自体がイノベーティブだったんじゃないかなって理解になると思うんですよね、うん、私がではなくて。で1期目にしてもやっぱりこういろんなことに果敢にもうとにかくそのなんていうの、政治行政のこうタブーとかもよく分かってなくていろんなものに突っ込んでいっていろいろ大変な目にもあったし、やっぱり前戦った相手、私が1期目にこう破った相手っていうのは地元紙の、うん、新聞の経済部長だった人を破ったわけで、やっぱりそのずっとその地元紙をはじめとしてですね、あのもう今読んでもゾッとするぐらいやっぱりこうずっと叩かれてたっていうことがあるので、あのただやっぱりその常に動きを見せ続けていく、あのもちろん全部正解じゃなかったかもしれないけれども、こうそうしたベクトルというか姿勢自体2期目はご評価いただいたのかな。でそれ以降はいろんなその時にこう植えていった種っていうのがこうなんていうか、種を植える時に短期中期長期で刈り取れるってことを意識しながら植えていったので、そうしたものが少しずつこう形としてこう見えてくるっていう形 で特にまあ今回はもう4期目に向かう選挙だったんですが、その天神ビッグバンっていうね、一つの福岡の都市開発プロジェクトなんですが、こういったものが最初言ってる時はなんじゃそりゃっていう、もう本当にこう懐疑的、特にこうインテリな人ほど懐疑的で、あの新聞ですとか雑誌ですとかこうしたものの経済面のところでは、要するに補助金なくして手声だけで動くわけないみたいな、これまでの論に沿ったようなもので批判的なものが多かったんですが、私はあの企業にとってのインセンティブをつけていけば絶対こう企業も動いてくれると思っていたので、こういったものが動き出して本当に今福岡市役所の周辺のその天神っていう言われるところがもうほとんど今空き地になるぐらいいろんなことがこう動き出してるんで、こういうその常に動くというベクトルが常にこう動いてるっていう、こういう動く感じにだんだん皆さんがこう信じてくれたりとか、聞くはこう期待を寄せてくれたり、もしくはあのちゃんと言ったことがあのね、実行されていくんだっていうふうにこう徐々にこう信頼感っていうのも上がってきたっていうこと、またちなみに今回私の選挙はあの2021年の11月だったのかな、はいはい、22年か22年の、はい、で昨今の選挙でいくとやっぱりコロナの時に、うんしっかり市民のために動いていた人は再選をしているし、うん、長くやった方で落選してる人って結構いるんですよね、今回のこの統一地方選挙等々を見ても。こういう人っていうのは結構見てるとやっぱりコロナの時に国の指示待ちみたいなことをして人はやっぱり落選してるな、つまりやっぱりあのコロナを経て首長によって街が全然変わってくるんだっていうことがあの市民の目にも明らかになる中で、知事や市長議員さんもやっぱりコロナの時の動きっていうのはあの市民は冷静に見ていたんじゃないかなっていうことも思いますので、まあ、こうした、はい、あの動き続けていくということ、それから市民が困った時に本当にこう動けるかっていう時にやっぱり
いろんな本物と偽物の違いは出るんじゃないかなっていうのはね、結構。なるほど。いや、面白いですね。ありがとうございます。もうなんか、高島さんの、自己紹介のパートだけですでに1本成立しちゃったぐらいなんですけども、ここから高島さんに聞きたいことをですね、聞いていきたいと思いますので、はい、この9つのですね、テーマの中から、ちょっと今日はリモートなんで私が玉引かせていただきますんで。9つ何が入ってるか分かんないけど、はい。聞いていきたいと思います。はい。6番です。6番です。はい。改革するにあたって抵抗はどうだったかというテーマですけれども、はい。高島さん、いろんなまさに改革をですね、福岡市で進めてこられたわけですけれども、時にやっぱり議会とですね、なかなかこう難しくなったりとか、議会だけではなくていろんな抵抗もあったと思うんですけども、このやっぱりこういった抵抗の時って、なんかどういうことをこう考えてたとかですね、あるいはなんかどういう抵抗があったのかとか、ちょっと最初に皆さんに、なんかご紹介できればなと思うんですけども、一番例えばこれまでの任期の中で、この案件はやっぱ難しかったなっていうのはどれですか？今パッと頭に浮かんだのが、随意契約ずっとやってるやつを、競争性を入れて、応募にしたっていうような時、それから屋台ですね。屋台を福岡ってちょっと独自なんですけれども、独自状況なんですけど、屋台を私は残したいと思って、屋台基本条例を作る。で、条例を作ってちゃんと位置づけをした上で公募っていう制度を導入するっていう、この時もものすごくやっぱり大変だね。なぜかっていうと、賛成と反対がどっちからも文句言われるっていうのは一番きつい状況で、賛成派からも文句言われるんですか？もちろん。その条例は作らずにもう今のままやらせてくれという感じなんですかね？そうなんです。結局、屋台っていうのは当然道路に営業してるっていうのは、例外なわけですよね。これは戦後のいろんな状況の中でできたもので、これを道路を占拠しているという状況の中で、生活圏とかもそれぞれある中で、ただこれは特殊事情で、一代限りでっていうことがある時点で決まって、それでずっとこうちょっとずつ数が減っていってたんですよね。で、ただ私からすると、そのなんていうか、こうどこもチェーン店のファミレスばっかりの街になったってつまんないじゃないですか。やっぱり街には街のタグ付け、尖りっていうのが大事で、その時にやっぱり屋台っていうものは福岡にとってすごくコンテンツとしてはよそにない。しかもその屋台村っていっぱいあるけど、町の中に普通にこう、そうですよね、立ってるなんていうのはあんまりないので、歩いてるだけで楽しいですよね、福岡の屋台は。はい、私も行ったことありますけども、そう、なんかアジアンな感じじゃないですか。で、そういったものをやっぱり残したいと、思った時に、実は今言った屋台村ではないからこそ面白いんだけど、逆にその夜になったら現れるお店、で例えば市街地の一等地に高い家賃を払って入居している飲食店もたくさんいるわけですよね。いろんな固定費払って、それが例えば屋台、なんか8000円とか、もう1ヶ月間その1万円前後ですよね。非常に安い値段でそこに引っ張ってきて営業その時だけして、で当時で行くと福岡だったら豚骨ラーメンなんで、こう豚骨のスープとかをその溝にすぐ流すとか、酔っ払いがゲロしたりとか、あとおしっこしたりとかっていうね。だからもう屋台はこっからどいてほしいという、やっぱり企業とかビルのオーナーたちの声があったりとか、それから地域にお住まいの方からするとね、要するに居酒屋で壁がないと思うのと一緒ですから、うるさいわけですよね。でこういったことから、地域の人からすると、あと1台でなくなるからそこまで我慢してるのに、それをせっかく少なくなってきてるのに流れを変えるのかっていう、地元の人からはすごい文句が来るわけですよ。なるほど。でだから地元の人にも納得してもらうために、ちゃんとルールを定めて、でこのルールの下で営業してくださいっていうルールを作るから許してくださいっていうふうに地元の人には言いつつ、で一方では屋台を現にされている方からするとね、
自分たちは観光資源でもあると、でそんな中でこれまで長くやってきたのをなんか若い市長が出てきてそんなルールみたいなことを作ってねとか、もしくは勝手に既得権になってこの場所を別の人に営業権を譲るときにこう結構な額のお金が動いたりしてたわけですよ。でもそこってそもそも既得権であってその個人の土地でも何でもないわけですよね。俺が長くいたからここの場所譲るのにお金が動くっておかしくて、そういう名義貸し屋台みたいなものもこの際全部クリーンにしますよと。その代わりもちろんその人たちがもう一回応募してくればそれはそれでいいわけであって、こういうルールを作る。そうすると今やってる人からは余計なことするなって言われるし、なくなると思ってる地域の人からするとそっちからも文句言われるっていうね。いや今のお話伺って初めてその賛成派からも反対派からもその両方からやっぱり叩かれるっていうのはよく分かったんですけれども、最終的にどうやって皆さんに納得してもらったんですか？その納得っていうかもう、俺結局その屋台とかも常連さんがいるから、マスコミも結構多いんですよ、こういう人がやっぱりマスコミって大体そうでしょう、ね、大義が9割あっても1割の人探してきて、これがその全体の問題かのにポイントだけやるじゃないですか。よく高島さんおっしゃるとさらに説得力がありますね。もうだからね、そんな感じでもうテレビとかでもわーだこうだとかもういろんな特集されたりして、その間っていうのは本当きつかったですね。だから特に分かり合うとかいうこともなく、もうどっちからも文句言われながら、とにかく手続き進めていって、で結局今は公募屋台で新しいタイプの屋台、これまでなかったような発想の新しい屋台とかも出てきて、今はもうそういったもろもろも落ち着いてにぎわって、で新しい屋台が例えば長浜エリアっていうところもどんどん少なくなってきたのが、また今回の公募で何軒も入るようになったんで、まあ後世になったらきっと評価してもらえるんだと信じて、もう粛々しっかりこう進めてきたって感じですね。こういうものっていうのはでもやっぱり、みんなの合意を得るまでとか言ってたら、負担は死ぬほどかかるし、その間にどんどん屋台もなくなっていくしみたいな、やってくるところまで、その本当にみんなが8割の人が合意するまでずっと待ってていいのかっていうと、まあ、そうでもないんじゃないかなとも思うし、あれ大変でしたね。いやでも確かにある意味その、まあ、こういうルールを作って結果を見せて初めて分かる部分っていうのもあるから、その過程ではなかなか理解されなくて、でも政治家っていうのはやっぱりその先を見据えて、いや正しいと思うことをやんなきゃいけないから、そのやっぱ高島さんのやっぱ姿勢はすごいですし、やっぱ今のお話ってなんかすごく具体的で我々にとっても分かりやすかったですね。ありがとうございます、はい、ということであっという間に1本目お時間となってしまいましたので、1本目こちらで締めたいと思います。また明日もですね、高島さんに引き続きお話伺っていきたいと思います。皆さんぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をお寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。これね、昭恵さんと話したんですけどね、はい、昭恵さんもね、でもかといってじゃあ政治家と聞く人の距離がずっと話した形でいいのかっていうと、やっぱ私はそうは思わないと。昭恵さんもおっしゃったんですか？昭恵さんもおっしゃったんですね。やっぱそれはやっぱり握手して、政治家ってみんなアバターでいいんじゃないかなっていうことで。いや、なんでかっていうとね、はい、みんなね、要するに内容じゃなくてね、あいつが言うから賛成しないとか、あそこが言い出してるから嫌っていう。